はい、今日は NSP のお三方をお迎えしまして、ニューアルバム、2月2日に出ましたラジオデイを聞きながら進めております。はい、綺麗な進行です。いいタイトルですねラジオデイズなんて。ラジオデイズ、ね、ラジオデイズのタイトルってのは、これラジオデイズって曲が、はい、を作ったので、それでそれがいいからタイトルにしようかっていうね、これも平川が言ったんだよね。またお前かい。いやでもなんか俺ら自身も学生時代ほら、テレビもあったけど、音楽の情報とかってラジオだったじゃないですか。深夜放送ね、テレビチャラチャラしてなんなよってチャラ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 みたいな、狭い部屋でラジオこうやってね、こう、そうですよ、音楽はラジオですよね。こうやって傾けながら深夜放送、天野さんもラジオ深夜放送とかやってましたよね昔ね、ちょっとね。てか彼はハガキをリクエストハガキを出して結構読まれてたタイプ。読まれてたんですか。あ、ハガキ職人。少年なんですよ。学生時代ね。東北放送ですか。ね、岩手放送とか。でもデビューした時にね、ディレクター覚えてたもんね、俺のこと。あ、本当ですか。もうそれからだから 3,4 年ぐらい経ってデビューしたんだけど、あの天野くんって昔うちのライダースジャンプによくハガキ出してたよねって言ってはいっつってあ、そうなんですか。それで採用率1位ぐらいだったんで。あ、そうなんだ。天野か、伊藤清則とか、伊藤清則が2位とか言って、ね、あ、伊藤清則あの同郷なんで俺らと岩手で、そうなんですか、同じ年だよ俺たちも。あ、もうそうなん、そうなんですか、岩手、そう、じゃあ岩手放送、岩手放送、やっぱり、あ、そうなんだ、出してたんだって。で、だから当時は知らないから、で、後で聞いてね、それでなんか何年か前一緒に酒飲んでさ、平賀と清則が喧嘩になっちゃってさ、喧嘩になるもん、大変、なんか音楽の話しててもうそれは違うだろうみたいな話になって、伊藤清則さんはロック系ですもん。もうロック大好きだもんね、うん、そこでぶつかるんですかね。いや、わかんない。当時俺たちもほらロック系だったからさ、その頃はね、ロック好き少年だったから、なんか説教されて、説教されて、ディレクターとしてなってないとか言われて、あ、そっち系で、ブチブチブチ、そうなんだ。岩手放送の亡くなられたあの北口さん、北口さん、北口さんがディレクターだったよ。やっぱそうなんだ。それで北口さんが俺のこと覚えてて、NSP デビューする時にすごい応援してくれてっていう。もうタバコいつもね、もう、そうそうそう。あとでタグ動画でよく来ましたよね。なんかそんな詩をそのラジオデイズで書いてたんで、あ、これ。あのいいじゃんタイトルに。そうそうそう、ラジオからヒット出そう俺ら、やっぱりあのタイトル面白いのいっぱいありますよね今回ね。あ、今回面白いね今回ね。ね、結構インパクトのあるなんだろうっていうのありますよ。そうありますよ、ここインパクトあると言いながらですね見てますね。まあ水のせいだったんで、君だけなんだ8回思う、そうそう、とか冷蔵庫に入れるものとか、そうね、何ですか冷蔵庫、どこからこういう発想が来るんですか。いや、詩書いてる時に目の前に冷蔵庫あったんだよ。それでちょっと、でもこの辺の感性はやっぱ変わってないね、天野さんだなって気がしますよね。君だけなんだ8回思う、本当に8回言ってるんですよね。そうなんだよね、律儀に8回歌ってるんで、何回かなって数えたんだよ後で、だから8回か。あ、それでタイトル作ったんですか。やっぱりそうな、結構簡単ですね。君だけなんだ、ね、君だけなんだっていうのと、どっちにしようか、本当さっていう、本当さっていうのが9回だったかな、だから君だけなんだの方がいいかなね、8回思う、いや、いいですよ、でもね、素晴らしい。あの、なんかリクエストもたくさん来ておりましてですね、来てますね、やってくれやってくれと、まあリクエストいいよなんて、生歌もあるよなんて今日新聞に書いてあったみたいですよ。マジですか。本当は本当書いてある、結構みんな来てますよ。いや、でも前回も夕暮れ時は寂しそうかなんかやった記憶があるよ。やろうよ、やろうやろう、やってやって、だってベースがないじゃないですか。だからやろう平川さん、俺口ベースリスナーとして、なんだよ、特等席で聞かせていただきます。ハモリカはベース持ってこいよ。じゃあベース大田区の天沼すみ子さんですね。もうね、常連さんですか。もう大ファンですよ、 NSP の。さようならリクエストしますね。さようならはデビュー曲ですが、やはり私にとっては一番忘れられない曲です。坂崎さんとのセッションで聞きたいですとか。平川さんベースないですよ、いいですか。いいですよ天沼さん。あの、終わる寸前とか合図出しますから、ソロに行くタイミングとか。
この辺もそうですね、結構やっぱいただいてます。じゃあ行きましょうか、さよなら。やってみますか。僕初めてかな、ね、一緒にやらせていただく。サンカポ言い前なんでお願いします。サンカポ、あ、じゃあラジオ機の皆さんもギター持ってる方いらっしゃいますサンカポ、サンカポで言い前なんでお願いしますよ。行きますよ。コード3つしかないんで、はい、はいはい、じゃあ行きます。はい、ワンツースリーフォー。やけに真っ白な雪がふわふわ、真っ裸の木を凍えさせ、セミの子供は土の下、あったかいんだね、ぐっすり眠る。昨日までそうだったように、明日もこのままでいたかった。楽しかったわあだなんて、最後の言葉かい。人の言葉は悪いいたずら、愛は心に書いた落書きさ。いつまでも心にへばりついて、僕の心を悲しくさせる。
テケテ。いいね。いいね。これ永遠やんですか、ずっと。永遠。昔は、うん、ここで天野くんがエレキギターに持ち替えてですね、僕と中村くんが凍らせてる間にね、セッティングをこう持ち替えてこうソロを、それでソロを永遠弾くと、うん、この前半のじゃあ寂しい感じはどこに行っちゃうの。そうなんだ、そうなんだよね。しかもソロ弾く前に必ずブチブッとか入るんだよ、ね、刺したのね。そうファズの音とかが入っちゃうでね、結構ギターでかかったんだよね、今考えたら。でかかったね。ドラムなしでですか。ドラムなしで3人ででもギュンギュン弾いてたね。ギターがでかいとベースも負けじと上げるからさ。そうです、ね、すごいんだ。表で聞いたらすごいでしょうね。すごいことになっちゃうね。大体ね、でもこの構成でね、この構成でファンの方ってその頃やっぱ高校生とか多かったんですか。そうだ ね、 うだね、中高生でしょ。中高生がいきなり天野さんのそのファズギンギンのギターに持ち帰った時ってのはどんな感じでした。っていうか、はい、もう最初からそういう曲だったんで。そう最初からそういう曲で、レコーディングした時はたまたまね、他の曲をレコーディングしに行ったんですよ、うんうん、汗っていう曲、うんはいはい、それで最近ディレクターが、うん、天野くんなんか作ったって言うから、あ、さよならっていう曲作ったんですけど、はい、でちょっとやってみてって言われて、ね、あ、エレキギター今日ないんですけどって、まあ、それ省略してさって言われてそれがデビューシングルになっちゃったんだよね。 その時演奏したのそのまま、まあ、その時のやつなんだ。歌とあれどスタジオライブっていうか一発撮りで、うん、あ、その時のやつなんだ、うん、それずいぶん安上がりにしました ね、 ね、 そうなんですね。今考えたらね、ねちょっとびっくりしたんだよ、まあ、ディレクター冥利にはつきますよね。ディレクターの立場今もう立場は違うから立場はね。っていうか多分すごいいいバージョンだったと思うんですよ。でもそれっていうのはデモテープとして撮ったんじゃなかったんですか。デモテープでそれが本ちゃんになっちゃったんだ。そう本ちゃんになっちゃった。へー、あ、だからアコースティックになったんですね。僕らだから1作目2作目はデモテープですよ。だから汗はさよなら汗デモテープ。そうあれ2作目は汗でした。そうです。あれデモテープですか。あれもデモテープ。ひどいですよね。どうなんですか。でもデモテープの方がやっぱりリラックスしてたんですかね。っていうかなんかサクッとやった方がいいらしいっていうのかな、うん、らしいっていうかもう3人だけでポンってやって、うん、だから今回のアルバムはそこに帰ろうっていう、そうだね、テーマだったんですよ、うん、繋がりましたね。それありますね、うん、繋がりましたね、繋がりましたね、だからもう基本的にアコギ2本とベース、はい、それにちょっとなんかを足すぐらいで、うん、まあ今風のものは多少、うん、ちょっとループ系がちょっと入るぐらいで、うん、足したけど、ね、まあ基本的には3人で、あとはもうボーカルとコーラスと、うん、なるほど、うんうん、っていうことはこのアルバムの中の曲はステージではもうほぼ再現できにくいのが1曲ちょっとあるけどね。できにくいのがそれはね、なんでかっていうとシングルのカップリングしようと思って、はい、ちょっと思い切ったアレンジにしてたんですよね、はいはい、それは何ですか。君だけなんだ、8回も、はい、で出来上がって、ね、トータル何分って聞いたら、ね、40分ないですって言われたんだよ。アルバムだよ。アルバム40分ないの。それもちょっと昔のあれが残ってたんじゃないですか。そう、浜野さん、だいたいアルバムってどこのくらいだろうみたいな。いやーなんかね、で結構ね、そういえば4分半ぐらいある曲を3分半に凝縮したりとか、はいろ、はいろやって、うん、どんどん短くしていったので、うんうん、あんまり長い曲なかったんだよね。昔だったら40分十分ですもんね。十分、うん、多いぐらいですよね、うん、35、6分ぐらいに。だから40分台に乗せたかったんで、はい、カップリングしようと思ってたその君だけなんだ8回を入れたんだよ。そっか、それで40分超えたんだよ、42分ぐらいになったよね、うん、どうなんですか平和さん、今ディレクターとしてだいたいアルバムって何分ぐらいなんですか。だいたいどうだろう、50分から60分ぐらいが一番いいと思うんですけどね、うん、だからちょっと40分切った時はね、ちょっとねさすがにあっさりすぎてる。いや、それだけ凝縮されてたっていうかね、3分台でいいものを聴けるっていう、うん、でもね、僕ね、やっぱね昔のアルバムの長さっていうのが結構やっぱいいと思うんですよね、あれ、うん、せいぜい40分ぐらいとか、そうそうそう、意外と長いでしょ。だから余計なものが入ってくるんですよね、そうそうそう、今のアルバム聴いてると、うん、ね、自分的に言うと、うん、結構長い曲あんまり好きじゃないんですよ、うんうん、その歌物で言うと、はいはい、ただ、まあ、プログレなんかは ね昔から好きで感想長いやつとかエンディング長いやつとか好きなんだけど、でもなんかね最近飽きちゃうね。もうプログレ好きなんで、もうほんとだからそういう雰囲気もアルバムのどっかに残したいみたいなのがあって、はい、実は次かけるやつは、はい、ちょっとそういう雰囲気を残しつつ、残しつつ、
まあアコースティックなんだけど、うんうん、ちょっとプログレ。これでも最終的にドラムも取っちゃったし、ね、何もなくなっちゃったんだけど、うん、あのアコースティックギターとちょっとシンセが入ってる。あ、ドラムもじゃあ元々は入ってたんですけどね、うんうん、一時期プログレも言ってましたもんね、 NSP はね、うんうんうん、ちょっと ね取り入れつつ、はい、でもなんか雰囲気だけちょっと取り入れてみましたみたいな、はい、じゃあ行ってみましょう。行ってみます。はい、はい、じゃあ NSP で残像。そんなに悲しくて憎み合ったというのか、今となってはわけなんてどうでもいいんだ。寒いプールで溺れかけて死んでゆくんだと思った。水面の光だけが目に焼き付いてる。長い長い夜の闇の中で絶望の影に怯える。眠れない苦しさを分け合いたいんだ。溶け出した雪が土の中に染み込んでゆくように、君の心を少しずつ分かりたいだけ。形のないぬくもりを抱きしめている。この残像はアルバムの最後に収められてる曲、ね、非常に印象的な、ね、フレーズですよね。タティタティタン、タティタティタン、ね、うん、これは天野さんはやっぱりあのメロ曲線なんですか。これはね、曲線だね。大体曲線ですか。そう、後から詞を考える。そうだね、うん、でもうあの感想っていうかあのテーマになってるタティタティタンっていうピアノは、うんうん、あの実は考えたのは15年ぐらい前です。15年前そう
で別な曲に実はつけてたの、はい、それであの残像を作った時に、ね、どうしてもそれが鳴っちゃうんだよここら辺で、はいはいはい、それでじゃああっちの曲ボツにしようと思ってでこれ持ってきたんだけど、なるほど、あっちの曲はじゃあボツになっちゃったんですか、ボツになっちゃったの今んとこは、うん、そうなんだ、ラジオネームズミムラマサノリ、生歌やっぱいいですね、目を閉じて聴き入ってしまいました、素晴らしい歌声に感動です町田の遠藤そのみ、まさかさよならが生で聴けるなんて感激と、ね、サビはラジオの前で一緒に合唱してしまいました、グッときました佐藤優香子、 NSP の皆さんとの楽しい放送ありがとうございました、同窓会みたいで楽しかったです佐久崎さんとの生さようなら拝聴できて幸せでした来てますね、あとねどこだっけな、これだこれだ、山本千里、新アルバム新シングル発売おめでとうございます、発売日の2月2日銀座山の楽器ではシングル売り切れでした、さすが NSP の聖地山の楽器ですね山の楽器はやっぱり NSP は結構、去年一昨年とかに、うんうん、なんだインスタライブとかやったんだよね、でその時にすごい人がぐちゃぐちゃになっちゃって、うん、そうですかみたいのがあって、うんうんうん、僕らもね山野には非常にお世話になってた、あそうなんデビュー前から、うん、さっきの北口さんの話じゃないですけど、うんうん、あの玄界に行ったり、うん、ギター弾いたりとかしてて、うん、山の楽器のコンテストでデビューの結果になったんですよ、あそうなんだ、アマチュアコンテスト、あそこの銀座の上にホールがあって、やったやった、そう、うん、そこでやった、あそこでね桜井の明治学院の、うん、あの3年 F 組の3人組が出て、うん、で僕は一人で出して、うんうん、で総日の早稲田の2人が、うん、2人で出して、それが6人とも同学年だったんですよ、たまたま、あとみんな大学生とか社会人だったんですよ、うんうん、そこで6人が知り合って、うん、で桜井のとこが優勝して、うん、僕とその当日は優勝できなくて、うんうん、で悔しくて3人でグループ一時期組んだんですよ、へそ人サンズンっていうの、へそ人サンズン、すごい名前だそれでしばらく僕と桜井のグループがライバルだったんですけど、いつの間にか僕は桜井の方に行っちゃったっていうね、非常にあの山の楽器は、うんうん、思い出もあるし、あの縁が深いところでして、うん、NSP の聖地って今書いてましたけどね、うんうん、はい、今後近い時間あるんですよね、ライブが、そうなんですよ、3月12日、はい、渋谷公会堂、もう一月ないですね、ないですね、ないですね、3月12日、渋公ですね、はい、はい、これはじゃあもちろんアルバムからですね、やりますね、半分ぐらいは、ねうん、半分ですか、遠慮してますね平和さん、半分弱半分ぐらい、ぐらい今日半分今日かな、今日だね、もう練習してるんですか、うん、もうやってますか、やってますか、うんうん、であとはあの割とベスト選曲にしようかなっていう、この3年間まとめるっていうか、はいはい、うん、そういう感じのコンサートですね、はい、渋子は3月12日ですね、注文してもらわないとね、うん、はい、うん、それ以降はどうなんですか、それ以降はですね、はい、ひょっとして4月の末ぐらいに、はい、まだ言えないんですけど、まだ正式には言えない、ちょっと企画ものあ、あるんですか、ライブをやろうかなって、浜野くんが手品やったりとか、あ、いいじゃないですかイリュージョン隠し芸隠し芸なんかお座敷芸じゃない、そうね、シングルじゃない曲っていうか、今までステージでやったことがないような曲、お客さんのためというよりも俺らがやりたい曲ってあるじゃない、こう、うん、はいはい、実は、まあ、人気のない曲、人気のない曲、ない曲だから結構中村君と平野君歌う曲多いですよ、多いです大変ですよ、です、ね、覚えるの大変、はい、中村も必死で覚えない、あ、そんな企画もちょっと今のところ考えてる、すごい多いんですよ、ツアーとかはどうなんですかツアーはね、春夏はねだからないんですよね、春夏はなしで、まあでもまた僕はちょっと仕事忙しいのもあるんでそんなことはないすいません、またでもツアーやる機会とか出てきますよね、うん、きっと、うん、まあ3年間ね、ずっとやってきたので、はい、まあ、今回はあの渋港に集結してほしいということ で、はい、でまあ、秋ぐらいにもしできたらツアーやりたいんですけれ ど、ね、まだちょっと未定なんで、はいはい、でもレコーディング入っちゃうんじゃない、アルバムなんかレコーディング、ね、レコーディングしたいもん、5、6曲もったいないですもんね、そうそうそう、うん、そのレコーディングもあるし、はい、あとそれからあの DVD が出るんだよね、そういえば、あ、そうだね、3月2日あ、そうだそうだ、それは何のやつですか、それは去年の秋のツアーの、はい、ライブ、ライブ、うん、ライブパルクホールで東京の、はいはい、うん、あ、そうですか、そう、これは郵便貯金ホール、はい、昔ね、はいはい、あそこね僕らが初めてリサイタルコンサートっていうのをやったところなんですよ、そう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 、あ、そうでした、で30年ぶりにそこで去年秋やって、それでそれをちょっと
あの映像主演として、はいはい、動く NSP が動く、てかカメラが動いてるだけなんですけど、本人は動く、俺らあんまり動いてないけど俺たち座ってるから本人しっかり、うん、動いたの出てくる時と帰る時すごいや、なるほど、すごいハイパフォーマンス、ね、ベルパルク、うん、芝のね、はい、すごいですよね。そう、それ3月2日ですね。そうですね、はい、あとなんかお知らせ事があったら、あとはとりあえずそのあんまり言ってもあれですもんね、途中がっちゃうから、うんね、まあ、渋子、渋子、まずは3月12日の渋子と3月2日の DVD、 そうですね、これを覚えていただいて、もう今日はよしとよし、はい、あとはこのアルバムを聴いて予習してきていただければ、あ、嬉しいですね、バッチリですね、はい、天野さん何かありますか。いや特に何ですか、ね、気の利いたコメント、え、うん、なんだよいや、まあ、あのリクエストもまあ来てますし、あのすごい来てますね、でもね、すごいです、本当ありがとうございます、ね、本当に、うん、これあの皆さんに持って帰りますよ、 NSP の皆さんに読んでいただきますんでね、うん、はい、最後はじゃあアルバムタイトルチューン、そうですね、あの本当にリクエストも来てますんで、はい、それじゃあ、ラストに天野さんご紹介お願いします。じゃあ NSP で、はい、ラジオデイズ、どうもありがとうございました。どうも、遠くの電波探り当て、真夜中に聞いていた。空っぽだった青春の隙間を埋めてた。憧れていたあの人と見つめ合う瞬間に、弟たちの足音で目覚めた Radio Day。 家を抜け出して愛するみたいに抱きしめた。見上げた星空に何を願っていたのか。記憶の中に留めた大好きだった君の笑顔。ほんのかすかなきらめき、心の奥でつなぐレイディオデイ。見慣れたやつが映ってる年の瀬のショーウィンドウ。あれから何年だったのか、くたびれてないか。大事なレコードは最速できずに貸したまま。みんなの消息も噂以上にないのさ。記憶の中に留めた、そこにはとっくに何もないけど、ほんのわずかなこだわり、心の奥で響くレイディオデイ。朝もやをなぜに恐れていたのか。記憶の中に留めた大好きだった君の匂い。ほんの小さなメモリー、心の奥でつないでいる。記憶の中に留めた、そこにはとっくに何もないけど、ほんのわずかな
こだわり心の奥で響くレイディオ